私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キングとプリンスの関係は仕事仲間であり、友人であり、兄弟のような関係でとても好きです。メンバー兄弟友達イコールキング&プリンス。メンバーとは一緒にいるだけで笑顔になれるんです。単純にみんなが面白い、ショー。1日一緒にいたら、一人ずつの何かで1回は絶対に笑うってくらい、みんなは僕にとって笑顔の源です。嬉しいことも大変なことも、メンバーとは共感し合えるので、たとえ嫌なことがあっても、喋っているだけで気が楽になります。メンバーという仕事仲間でもあるけど、友達でもあるし、兄弟のような存在でもあるキング、リンチェの関係性が僕はすごく好きですデブス。そんな人たちと出会えたのは本当に幸せなこと。メンバーがいてくれてよかったって毎日思っています。連ドラ単独初主演イコールビビリ嬉しい楽しみ。ボーイフレンド、降臨。は単独初主演となる連続ドラマ。最初に話を聞いた時は、もちろん嬉しくて楽しみな反面、ジャンルがラブコメということもありビビる気持ちも。恋愛系の作品はドラマや映画、漫画で見るのは好きで何度もキュンキュンしてきたけど、そこに自分が出演するなんて、ビジュアルを整えなきゃって気持ちも少しあります。小。僕自身、映画、ただ、君を愛してる、を見た時に、ヒロインの青龍、宮崎葵がすごく可愛らしい役柄で何度もときめきました。僕がそうだったように、ボーイフレンド降臨。では僕が演じる朝日にときめいてもらえるように見た目だけじゃなく人間的魅力も伝えられるように頑張っていきたいです。まだメンバーには話していないけど、取材時、メンバーの誰かがドラマや映画に出演するときに、いつも指と指をくっつけて、これ、キスシーン、あるの？って岸くんが必ず聞いてくるのでどんな反応をするのかが楽しみ、ショー。理想の僕、今の僕イコール富士登山？自由さと真の強さの両方を持って、日々を楽しく過ごしていくのが理想の姿。今の僕はいろいろなことにビビる場面が多くて理想の姿にはまだ遠い気がします。ビビりな自分を変えるためにするべきことは、富士登山とか？僕、時間があれば国内旅行をしたくて、日本に住んでいるのにできていないこと、行けていない場所がたくさんあるから、せっかく日本人として生まれたからには国内を満喫したいじゃないですか。その中でも富士山はいつか登ってみたい場所。知り合いで登ったことがある人がいて、人生観が変わると言っていたんです。もし富士登山を成し遂げられたら、僕って意外とやればできるじゃん。って自分に自信が持てるようになる気がする。ただ、一人で登るのは絶対に無理だから、体を動かすのが好きそうな岸、優太、くんと平野、紫耀を誘おうかな。キング&プリンスへのメンバーとして、俳優として、そして23歳の一人の人として、連載のペアトークでは語りきれないカイトさんの今をソロでじっくり大解剖。そこにはどんな感情も毎日も全てを楽しむ無垢な素顔がありました。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント、キンプリの末っ子で、お兄ちゃんたちにずっと溺愛されてきた海ちゃん。その分、いつも兄たちに感謝と尊敬と笑顔でお返ししてメンバー全員がリスペクトし合っている素晴らしいグループです。海ちゃんがお兄ちゃんたちと離れる時は、変な話海ちゃんの命がなくなる時なんじゃないかな？って思わせるくらい絆を感じていたので、今回の決断は私たちが計り知れないくらい深い痛みになっていると思います。でも、これはファンのそうあってほしいという願望でしかないのかもしれないし、私たちの知らないところで海ちゃんも大人になったのかな？どちらにしても、5人の絆は永遠に続くと信じたいし、残る2人の決断もこれから見守りたいと思います。そしていつかまた、5人で揃って、ファンが照れるくらいに仲良しなわちやわちゃ見せてほしいです。メンバーとはデビュー前からの付き合いだし親友というかほぼ家族よ、ね。
今回の決断は辛かったけど、このグループが大好きだからこそ守りたいっていう気持ちもわかる。正直みんなでわちゃわちゃをずっと見ていたかった。でも3人はアイドルを卒業するのよね。グループを離れても6人の絆は変わらないと思う。海ちゃんいっぱい悩んで泣いただろうし、同時期にボイフレやコトーの撮影あってメンタル保つの大変だったろうな。でもそういうの微塵も感じさせないの、ほんとすごいプロだなと思う。翔くんの脱退はなんとなくわかる気がするけど、神宮寺くんはジャニーズも好きでアイドルも向いてて本人も楽しんでやっている気がしたし、岸くんもバラエティ楽しんでやっていたように見えたけど、でもそう見えていただけで、本心ではどう思っていたのかは本人たちにしかわからないことなんだよね。レンくんが言ってた、長年一緒にいてもその人の心の深いところはわからない。で、メンバーでさえそうなんだから、若干23歳でまさかこんなことになるなんて思わなかっただろうな。でも、プライベートではご飯を行ったり、それこそ海ちゃんが行きたい富士登山とか一緒にやってほしいな。5人でいるときいつも楽しそうに笑ってるカイトくん。本当に4人のお兄ちゃんのことが大好きなのが伝わってくるぐらいメンバー愛に溢れてた。FC 動画で言葉詰まらせながら5人で一緒にいたかったと話すカイトくんは本当に切なかった。キンプリとして活動することを決めたカイトくんとレンくんの年少コンビの覚悟を思うと、形が変わったとしてもキンプリを応援したいです。もちろん退場する3人も変わらず応援し続けたいです。メンバーのことが大好きなアマくん。今回の決断をしたことは本当に辛かったと思います。それでも笑顔で頑張っているカイトくんを見て私も頑張ろうと思えます。カイトくんのことも他の4人のこともずっと心から応援し続けます。多彩な海ちゃんが大好きです。ずっと応援したいです。5人の心は来年の5月以降もつながっています。5人の進む道に幸あれ。から以前キンプルで入り込んで歌うゾウさんの橋山あっぱれ、海ちゃんにミュージカルのお仕事来ないかな、からあなたはどうですか、この問題についてどう思いますか。キング、リンチェプリンス、私にとって素晴らしいですです。長文読んでくれてありがとうございました。それではまたお会いできますように。丸、私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。